はい、じゃあ5秒以内にじゃあテラちゃんさん一発ゲットお願いします。いや、おいっすよ。おー、ほらほらほら、はい、うわー、100なんかよ。ないのに、親父にも、親父に皆さんに提案というか、やっぱしじみの、あ、いいですよ。何ですか、提案なんですか。しじみ汁って美味しいですね。あ、いいじゃん、いいじゃん、ゲームやろう、ゲームやろう。しっかりと、せっかく寺川さんもいることだし、早口言葉言ってって、ミスったやつ釣るってのどうすか。いいね、あ、いいね、いいね。嫌です。嫌ですですって、嫌ですですって。あ、じゃあどっちさん人外なのかな、そしたら。嫌です。あ、じゃあ。いやだってさ、人外の人だってさ、命かけてちゃんと滑舌よく言えばいいだけの話ですもん、こんなの。滑舌よく、滑舌よく、はい、滑舌って言ったわ。命がけの滑舌だ。滑舌よくって、ね、寺川さん、おすすめの早口言葉ありますかね。早口言葉ですか。俺がすごく苦手なので言うと、うわ、苦手だよ。いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいじゃないですか。まあまあ、これいいじゃないですか。竹垣に竹立てかけたかったのは竹立てかけたかったからだ。覚えれない、覚えれない。ラツピョンさんお願いしますよ。ラツピョンからじゃ行こうよ。あ、ラツピョンから。竹垣に竹立てかけたのは竹立てかかったからだ。よっしゃー、寺川さん。いや、あなたが、あなたが、あなたが、よし、何人がやつ。その竹やぶに縦にかけたって言いたかったのは高田のみひこ。おいよ、やれるやれる男のだから男。おアムロの何ですか。アムロのアルバムです。あ、はい、じゃあどうぞ。じゃあ行かせていただきます。はい、はい、アムロのアルバム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 、アルバム、アルバムに傷ついてたんやな。大丈夫だよ、クラブ君、次のおじさんやらせるから。アルバムに傷がついててバババってなっちゃった。アムロのアルバム、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 知ってろバーカ。アムロのアルバム、アムロのアルバム。皆さん、あ、じゃあ別にそうか。おっと、どうしました。あ、すいません、詩人さんの声がどこにいてもずっと僕の耳に聞こえてくるんですけど。怖っ。それは俺とテラちゃんが繋がってるってことだぜ。ずっと俺の声を味わってくれ。多分これで大丈夫です。なんでずっとエコーなんだよ。なんで全員ずっとエコーなんだよ。もしもう一回聞こえちゃったらまた言ってくれ。はい、わかりました。ヤバそうな会話が聞こえてました。わかりました。え、じゃあもう、じゃあもう釣りじゃん。おい、ちょっと待って。もうじゃあそれだけで、ヤバそうな会話のちょっと概要聞いていいですか。うん、内容聞きたいわ。ちょっとだけね、頭文字ぐらい。なんか、なんて言ったかな、なんか、え、これでも近くで聞いてないから言っちゃいけないと思うんですよね。いや、全然いいですよ。いや、いいですよ、もういいですよ、もういいですよ、いいですよ。俺の言ってることなんて大体意味ないから。なんか確かに、でもなんかやるしかないだろう的なことを言ってた気すんだろうな。じゃあもうそう、じゃあもう じゃあ俺なんてやるしかないだろうなんて単語いつも言うじゃん。何をやるしかなかったんですか。タスク、タスク、何を、マジ占い師かもしんないから、ね、タスクやるしかないだろうって言ってたの。ほんとこれ勝ち。でもなんか割となんかこうヒッ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 って感じ。違う悪いな、ヘラカさん、悪いな、悪いなそれ。悪いね、悪い悪い。バイ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 。アブリカルビ、アブリカルビ、アブ、アブラカブレ、アブラカブレ、アブラカブレ、ヤブレカブレ、セブリちゃん、セブリちゃん、アブリカブレ、ケーブル、男性、あ、あ、いや、そんな、難しい。お前、マジでおかしいね。おい、主人、主人、マジでおかしい。あなた、マジでおかしい。もう古いのでいいんじゃないですか。青巻紙、青巻紙、黄巻紙で。めっちゃ青だな。めっちゃ青だな。すごいな。赤巻紙、スイスやん、ほぼ。え、こんな簡単だもん。確定やん、生存。青巻紙、赤巻紙ってもう青と赤がなんか。5回5回。
もう休憩スペースだもんね。青巻き巻き、秋山神の木巻き神、あ、言えなかった、あ、言えてなかった、あ、言えてなかった、言えてなかった、秒だったよ、もう一回、もう一回しか、もう一回しか、秒だった、もう終わりますよね、もう一回ね、もう一回ね、ちょっとね、あ、パラ、あ、あいうえお、あいうえお、赤、あば、奥へ行きます。いや、巻き神だけどね、これ青巻き神、赤巻き神、木巻き神、青巻き巻き、青巻き巻き、木巻き巻き、早口言葉がこの世の中で一番、この世で一番苦手だわ。宮治早口言葉で対決してみてください、じゃあ一回。青巻き神、働きあり、赤巻き神。働きあり、働きあり入ったな。働きあり入ったな。まだ対決してない、まだ対決、待って。せいせいせい。せいせいせい。いや、じゃあもう一回働きあり。何の早口言葉やるの？なんで冷やしパイ運んでんの？東京特許許可局にします。東京都局長、許可局局長。オッケーオッケー、はい、行けますよ。あー、すごいな。一回言えばいいんだね。ヤシパインです。一回で東京局局局局局めっちゃ体育館やん。めっちゃ体育館のバスケやん。ピカさん次第じゃないの、ピカさん次第じゃないのこれ。めっちゃ体育館で走ってるな。はい、思い出したわ、ズズだわ。ん、俺キッチン空きだけど、キッチン空きだけど、ショボちゃんと詩人さんを置いて武器庫行ってるから。いや、ハンバーガータスクのところにずっと詩人いたわ。いたけど、俺置いてって武器庫行って、それをショボちゃん見てるはずだよ。それで俺が犯人だって言うんだったら、ショボちゃんが犯人になってくるよ。いや、待って、でもだとしたら、俺詩人さん置いて武器庫行ってるって、ズズさんが先に言うべきじゃない？だって最後。いや、先に言って今会話してたから全然入れなかっただけなんですけど。なんでちょっと早口言葉みたいに言うんだよ、おい。今早口言葉みたいに言わんでええんだよ。別に先に言うべきじゃないって、別にあなたが喋ってるターンだから別に黙ってただけなんですけど、別に僕は早口、早口。5、4、何回いきます？3回がです。3回がいい。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかった。なんかでもすごいいいタイミングでギャグぶっ込むのかなと思ったら、なんかちょっとさり際って感じだったから、ちょっと残念だなって。そんな、いや、そんなギャグの尺、ギャグの尺を舐めないでいただきたい。ちゃんと限られてる中、言わないといけないですからね。82個あるって聞いたから、やれると思ったんです。いや、限られた中ね、テラちゃんさんやってますから。やっていかないと。じゃあ5秒以内に、じゃあテラちゃんさん一発ギャグお願いします。おいしょ、ほらほらほら、ギャグなんかよ。おいよ、ギャグにするなよ。ギャグにするなよ、商売道具を。ギャグにするなよ。じゃあ5秒以内に、じゃあちょっと一発ギャグしてもらっていいですか。いきますよ。はい、4、3、2、寒色系の色を叫ぶマイケル・ジャクソン。刺身さん